いつもご視聴いただきありがとうございます。集まれ動物の森の動向版のスイッチが現在も入手しにくくなっております。任天堂からマリオレッドを発売したところから、しばらくは集まれ動物の森の動向版の製造はされないと見ています。この集まれ動物の森の動向版なんですけども、 去年の,の11月頃までは抽選販売が続いていて12月クリスマス前ぐらいでは1週間か2週間程度ぐらいは在庫落ち着いていたんですけどもまた緊急事態宣言のが出たりして在庫がなくなっていますメルカリや楽天、楽マアプリなどで、えー 高額な値段で買うといった方法でしか新品で入手することがなかなか難しくなっております。この n i n t e n d Switch の集まれ動物の森の動向版は、このドックが普通のドックよりも、えタヌキチ、豆キチ、ツキチの3つのキャラクターが書かれています。 で、オリジナルカラーにジョイコンもなっていて、こちら、オリジナルカラーになっていて、ストラップもオリジナルデザインになっております。で、この集まれ動物の森の動向版は、ダウンロード版でソフトが同梱されています。で、そのソフトをインストールすれば、もうこのセットを買っただけで、 ゲームができるといった感じのものになっております。この集まれ動物の森は去年の11月頃に抽選で当たりました。でマイ・ニンテンドー・ストアから抽選で当たって送られてきたといった感じになります。抽選も30倍か40倍ぐらいって言われてたんですけども、見事に当選して、 入手することができました今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたしますそれではまた次回の投稿をお楽しみにください